こんばんは。全国の天気をお伝えします。江川さやねです。それではまずはじめに今いただいているウェザーリポートをご紹介していきましょう。福岡県の筑後市からのリポートです。風があって気持ちいい。青空も見えてきた。明日は晴れるかな？といただきました。青空が広がっていて過ごしやすい陽気になっているようです。明日の天気も気にされていますね。続いては北のエリアから北海道の釧路町です。今日は釧路市から少し早いですが今日の夕日ですといただきました。雲が広がっているところもありますがただ夕日見ることができました。お裾分けをありがとうございます。それでは明日はどんなお天気となっていくのか見ていきましょう。アイコンです。全国の明日の天気をお伝えします。西日本から東日本の太平洋側にかけて晴れて秋晴れという地域が多くあります。また空気は乾燥しているので洗濯物の外干しにも良い天気です。ただ北陸、東北の日本海側にかけては雨が降りやすく午前中を中心に暴風雨に警戒が必要です。北陸ではだんだんと雨が止んでいくので傘の置き忘れにもお気をつけください。一方東北の太平洋側は日差しが届き穏やかな空となります。そして北海道、雲が広がり雨が降りますので傘が活躍する一日です。夜には気温が下がり標高が高いところではみぞれや雪の可能性があります。体調管理にはお気をつけください。以上全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。